音楽団の出身者を中心として、クラウディオ・アバドにより自主運営団体として設立。年数回のコンサートやツアー、ペイザロ・ロッシーニ音楽祭やシュティリアルテ音楽祭などの音楽祭に参加している。音楽監督などは置かず、様々な指揮者、ソリストと共演しているが、アバド、ジェームズ・ジャッド、ニコラウス・アーノン・クールらが中心に客演している。 団員が若く、一般的に敬遠されるノーノやシュトックハウゼンなどの現代音楽もこなすため、アバドなどが録音にこのオーケストラを起用している。主なレコーディングは、アバド式で、ロッシーニの歌劇、ランスへの旅、シューベルトの公共曲全集やハイドンの公共曲集、ニコラウス・アノンクール式で、ベートーベンの公共曲、競争曲全集やバルトーク作品集、 ケオルク・ショルティ式で、モーツァルトの公共曲や歌劇、コジ・ファントゥッテ、マウリチオ・ポリーニ式で、ロッシーニの歌劇、古城の美人、パーボ・ベルグルンド式で、ブラームスとシベリウスの公共曲全集などがある。ありがとうございます。